うちじは、日本律令制における、両下官の監視。代理の雑務、警護を行う知事を統括、事務を行った。うちは、もともとは、樹脂と呼ばれていた。俗日本紀天平法事元年4月4日上に、内宮部樹脂が登場しており、設置はそれ以前に遡る。また、彼らを統括する組織として、樹脂書が置かれていた。 天平法治7年に樹脂が内樹に改められた際に、樹脂書も内樹書と改められた。当時は、順任天皇、エミオシカツの政権下にあり、同政権の強化策として改正が行われたと考えられている。皮肉にもこの路線は彼らを倒した、昭徳天皇、湯下道教政権によって強化され、神国慶運元年に内樹書に昇格した。ところが、 聖徳天皇の崩御と道教の失脚に伴い、法規三年に、内寿は、内寿所ともども廃止されて、各 F に分割された。その後、内寿は縮小されて復活し、内寿造子が聞かれたが再度廃止され、公認二年に、内寿所がまたおけされ、その後は、倉人所の下で、代理内に時刻を告知するなどの雑務に従事した。演技式では、 中塚佐商所属の監視とされている。内住所の長である別当には、大臣、摂政官白が当てられていたが実際には名誉職に、左大臣原稿が認じられた例であるというで、この他に、この絵人商及び六位官人がそれぞれ別当に、補えされて、所管人及び内儒を監督し、実際に実務を統括したである頭には、 伊勢か美野の城が兼務するのが慣例となっていた。この両職は、官位相当制では正七くらい、下、十七以上相当であり、実際に任官される官人の位界はこれより高いとは、いえ、宮廷全体からすれば低い職であった。この下には、官人大以後は、羊、大石官大石掃除、別石が各一名ずつ置かれていた。ありがとうございます。